答えは出たか？ま、一つしかないけどな。義両親のお店の事務所で、和樹は笑いながら言う。同居か離婚か選べ。私が離婚を選ぶことはないだろうと、当然のように思っているのだ。ひどくずうずうしい態度だった。その横には、ニヤニヤと笑う義両親たち。私は急にバカバカしくなり、笑いながら言った。え？今はもう無理よ。だって私、独身だし。え？え？和樹と義母の口から、間抜けな声が漏れ出る。私の返答は、予想もしていなかったに違いない。さらに間髪入れず、真実を告げることにした。すると、二人は反響欄になる。お前、自分が何言ってるのか、分かってるのか？この慌てぶりには、思わず笑ってしまう。私は冷静だった。すでに家族と義両親の恐ろしい悪行は、把握しているのだ。あとは彼らを地獄に叩き落とすだけ。もう準備は整っているのだから。私の名前は佐久間千春、37歳。小さな会社で広告のデザインの仕事をしている。2年前に結婚した夫の和樹と2人暮らしだ。和樹は中古車販売の営業をしており、とても優しい性格。一緒にいると心が安らぐのは、結婚する前と変わらなかった。そんな和樹は一人っ子だ。義両親は隣町の商店街で昔ながらの金物屋である佐久間商店を営んでいる。正直言って建物は随分古いが、近所の人たちや馴染みの業者が購入してくれることもあり、それなりに利益は出ているのだそうだ。佐久間商店には義両親の他にパートで働いている人がいる。坂巻恵里子さんという近所に住む女性だ。年は私より上だが、とても優しく面倒見がいい。私が店に行った時はいつも笑顔で話しかけてくれる。この坂巻さんがいることも、佐久間商店が地元から愛されている理由の一つだろう。それなのに、まさかこのお店があんなことになるなんて、この時の私には夢にも思わなかった。ある日のことだ。それは突然起こった。会社から帰ってくるなり、和樹が話があるというのだ。何？話って。私は夕飯の支度をしながら何気なく聞いた。ところが、和樹から帰ってきた言葉は驚くべきものだった。俺、来月で会社辞めるから。え？突然の告白に思わず私は動きを止めてしまう。和樹の顔をまじまじと見つめたまま、しばらく固まってしまった。少しして、ようやくかすれた声を絞り出す。どうして急に？何か会社で嫌なことでもあったのだろうか。でも、悩みなんてなさそうだったし、なぜだろう。私が考え込んでいると、和樹はさらっと言った。佐久間商店を継ぐことにしたんだよ。ほら、母さんと父さんももう年だろ。そろそろ俺が助けてやらなくちゃ。え？私は怪訝な顔で和樹を凝視する。義両親は二人とも65歳だ。高齢者ではあるが、今時の60代はまだまだ若い。健康で体調も悪くないのに、なぜ急にそんな話になったのか。私がそう問い詰めても、早めに行動した方がいいだろう、
というだけだ。和樹は一人息子だし、ゆくゆくは両親の仕事を継ぐ可能性もあるだろうとは思っていた。でもまさかこんなに早く、しかも私に相談もなく勝手に会社を辞めるなんて、正直呆れてしまった。その後も和樹と話し合ったが、もう決まったことだからの一点張り。何を言っても変わらないその態度に私は頭を抱えた。こうなったら義両親に聞いて確かめるしかないだろう。どうして突然こんなことになったのか、話を聞かなくては到底納得できなかった。義母に電話をかけようと私はスマホに手を伸ばす。だが将来に関わることだし、直接話した方がいいだろうと思い直した。正直に言うと義母は少し苦手だ。快活で何事もバリバリと積極的に動く人なのだが、その分自分の意見を押し通す嫌いがあるのだ。しかし今は緊急事態、そんなことも言ってられないだろう。幸い佐久間商店は隣町にある。私は週末一人で義両親のお店を訪ねることにした。あら千春さん、いらっしゃい。私がお店の中に入ると奥の事務所にいた義母が顔を出す。このお店はもともと義父の両親が営んでいた。だが早くに亡くなってしまい、義父が後を継いだのだ。その後結婚した義母と一緒に二人で切り盛りしていたのだが、何分義父は物静かな性格だった。店を仕切るようなタイプではなかったため、普段は裏方に徹している。代わりにハキハキしている義母が率先して経営に携わっているのだ。どうしたの？何か用事でもあるの？実は。私は店内を見渡し、客の姿がないことを確認した。今がチャンスだろ。早速先日和樹から打ち明けられた話を口にした。和樹がこの佐久間商店で働く話は本当なのかということだ。そうよ、何か問題でも？するとあっけらかんと義母は認めた。問題というか、急に相談もなしに決められて驚いてしまって。一体どうして突然そんなことに？事後報告になって申し訳ないわね。実はね、新規の顧客が見込めそうなの。大口の案件でね、私とお父さんの二人じゃちょっと人手が足りなくて、だから和樹にも協力してほしいの。遅かれ早かれ和樹には後を継いでほしいと思っていたから、今がちょうどいいタイミングなんじゃないかと思ったのよ。そう言って義母は申し訳なさそうに私を見つめる。いや、それはいいんですけど、ただ私は勝手に話が進んでいたことに対して。あら、事前に相談したって同じことよ。千春さんもきっと賛同してくれたに違いないわ。満面の笑みで言う義母に私は内心、なんだか話が通じないなと思っていた。いくらなんでもここまで強引な人だっただろうか。そう思って何気なく店内を見渡すと、おかしなことに気がついた。いつもいるはずの坂巻さんの姿がなかったのだ。こんな時は間に入ってくれたり、よく来たわねと言ってお茶を出してくれたものだった。お母さん、坂巻さんはどうしたんですか？休憩にでも行っているのだろうか。私が何気なく口にした言葉に義母の表情が変わった。あの人にはやめてもらったわ。え？だってあの人、最近うちの経営のことに口出してきたり、ずうずうしいのよ。あんな人だとは思わなかったわ。まったく、人の本性って思いもよらないわよね。
あっさり言い放つ義母に、私は目を白黒させる。坂巻さんは優しく、気遣いができる女性だ。ずうずうしいところがあるなんて想像できない。坂巻さんをクビにして、和樹が急に店を継ぐ。何かおかしな事態になっている。直感で私はそう思った。それからというもの、和樹は本当に仕事を辞めて佐久間商店に勤め出した。最初のうちは慣れない仕事のせいだろうか、なんだか気難しそうな顔をしていた和樹。しかししばらくすると落ち着いてきたようだった。どう？仕事の様子は？私は夕飯を食べながら和樹に聞く。ああ、最近は慣れてきたよ。俺の営業手腕で新規顧客にも売り込みしてさ、事業が拡大してるよ。笑顔で答える和樹に、よかったと返事をする私。何の問題もない。それなのになぜか胸に引っかかりを覚えるのだ。あれほど馴染んでいた坂巻さんを急にクビにしてしまった義母。そのことに対し義父や和樹にも理由を聞いてみたのだが、あんな女はクビになって当然だとしか言わない。坂巻さんには義父も散々お世話になったし、和樹に至っては学生の頃から懐いていて姉のような存在でもあったはずだ。それなのにあまりにひどい扱いではないか、よほどの理由があったとしか考えられなかった。こうなったら一人で佐久間商店の内部に探りを入れよう。直接聞いても和樹や義両親は答えてくれないのだ。そうするしか方法はないだろう。私は翌週余っていた有給を使って会社を休んだ。そして和樹に知られないようお店へと向かう。いつも通りの年季の入った建物が目に入った。向かいの建物の陰に隠れ、見つからないようにしばらく観察する。だが店内に義母の姿が見当たらない。この時間は店頭に出ているはずなのに。そう思って事務所がある裏口の方に目を向けると、異様な光景が目に飛び込んできた。また今月もよろしくお願いします。頼むぞ。裏口の扉から和樹と義母、そしてこわもての男性が出てくる。和樹と義母は男にペコペコと何度も頭を下げていた。え？おかしな光景に思わず私は首をかしげる。こわもてな男性はどう見ても業者の人間ではなかった。この辺りでは見かけない異様な雰囲気とでも言えばいいだろうか。あの男性は誰なんだろう。和樹と義母のへりくだり方もなんだかおかしかった。なんとなく釈然としない。坂巻さんがクビになったことと何か関係があるのだろうか。私は今度こそ和樹に問いただそうと心に決めた。そして夜、帰宅した和樹に話があると切り出した。ちょうどよかった。こっちも話があるんだ。え？予想もしていなかった返事に私はたじろいでしまう。なあ、提案なんだけど、千春も仕事を辞めて佐久間商店に勤めないか？はあ？突然の和樹の言葉に私は思わず大声を出した。佐久間商店も俺の営業力でどんどん顧客が増えてるんだよな。だから忙しくなってきてさ、新しい人を雇いたいところだけど、やっぱり一緒に仕事をするのは家族がいいんじゃないかって母さんたちも言ってるんだ。ほら、部外者を雇うと坂巻さんみたいに余計なこと言い出すと大変だからさ。え？何なの？余計なことって。私の言葉に和樹は一瞬顔を曇らせる。ああ、まあそれはいいから、とにかく
千春は小さい会社でずっとしょぼいチラシのデザインしてるだけだろ。こっちの仕事の方がやりがいがあるぜ。なあ、そうしようよ。突拍子もない展開に頭がついていかなかった。それにどさくさに紛れて私の仕事をしょぼいチラシのデザインと言い放った和樹にもやもやしてしまう。大した仕事じゃないかもしれないが、ずっとやりたかった職業だ。会社も大きくはない。だが新卒の頃から働いてきて、尊敬する上司や仲のいい同僚もいるし、何より愛着がある。急に辞めろと言われて、はいそうしますと答えるわけにはいかない。私は理由を説明してきっぱりと断った。だが和樹は諦めない。しつこく辞めることを迫ってきたのだ。おいおい、家族が困ってるんだぞ。助けられないって言うのかよ。冷たいやつだな。千春がそんな人間だとは思わなかったよ。和樹は冷ややかな目で私を一別すると、さっさと寝室に戻ってしまった。後に残された私は呆然として頭を抱える。勝手に転職したことだけでもどうかと思っていたのに、挙句の果てには私にも会社を辞めろだなんて。なぜそこまでしないといけないのか。しかも冷たい人間とまで吐き捨てられてしまうとは本当に心外だ。ああ、どうしてこんなことになったの。私はリビングで一人つぶやいた。この時和樹の突然の提案のせいで、私はすっかり忘れていたのだ。あのこわもての男性の正体を確認すること。和樹に退職を強要されてから数週間が過ぎた。相変わらず和樹の態度は固くなだった。私が何度も断ると、その度に不機嫌な顔で言い返してくる。私と和樹はすっかり冷戦状態になってしまった。そんな時だ、義母からメールが届いた。今後について話し合いをしましょうというのだ。大方和樹と同じことを言ってくるのだろう。仕事を辞めて佐久間商店に来いという話に違いない。ちょうどいい機会だ。義両親にもはっきりと私の意思を示した方がいいだろう。メールで指定してあった日付と時間帯を確認し、私はお店に向かうことにした。お店の裏は事務所になっている。こんにちは。私が扉を開けると、電話をかけている義父の姿が見えた。すると突然、義父は電話の相手に怒鳴り出す。早く払えって言ってるだろ、何回も言わせるな。私はその声に驚き、思わず後ずさってしまった。業者への電話だろうか。いつもおとなしい義父があんな暴言を吐くなんて。疑問に思った瞬間、電話を切った義父が振り返って笑顔になる。千春さん、いらっしゃい。あ、どうも。何事もなかったかのように話す義父に、私は疑問に思いながらも返事をした。和樹の姿を探したが、どうやら営業に行っていて不在のようだ。やがて私が来たことに気づいた義母がお店の方から顔を出した。来てくれてありがとう、千春さん。表情こそ笑顔だが、なぜかまがまがしいものを感じた私は一瞬身構える。義母は椅子に座りながら口を開いた。話っていうのはね、もう和樹から聞いてると思うけど、千春さんにも佐久間商店で働いてほしいのよ。やはり思った通りだった。私はきっぱりと断る。それは和樹さんにもお伝えしました。私は自分の会社の仕事が好きだし、辞めるつもりはありません。だが義母は意に介さない。だけどね、千春さん、
新しいお仕事がたくさんあるのよ。とても人手が足りないの。私たちは家族でしょ。困った時はお互い助け合うのが家族ってものじゃないかしら。義母の言葉に私は眉を潜める。それはそうだが、ずいぶん身勝手な理論だ。そう思っていると、さらに驚くべきことを言い出したのである。もうあなたのデスクもパソコンも全て揃えてあるのよ。それに二人とも隣町から通うのは大変だろうから、ここで同居した方がいいわ。は？その方が仕事もはかどるでしょ。もちろんあなたと和樹の分のスペースは掃除しておいたから、いつでも引っ越しできるわよ。いくらなんでも強引すぎるのではないか。ここは1階がお店と事務所で、2階が義両親たちの住む場所になっている。2階は大して広くないし、そこに私と和樹の2人も加わるなんて、どう考えても無茶としか思えない。それなのに義母はそんなことを構いなしという雰囲気だ。私が困惑していると、義母は笑顔から一転して急に険しい顔つきになった。どうしてもこの提案が飲めないって言うなら、和樹とは離婚しなさい。え？離婚だなんて、ますます意味がわからない。なぜここまで勝手に話を進めようとするのだろう。離婚って、そんな、おかしいですよ。どうして？あまりに横暴だ。混乱した私は、それ以上言葉が出てこなくなった。すると、今まで黙っていた義父が、私に声をかける。千原さん、頼むよ。私たちを助けると思って、協力してくれ。何？佐久間商店で働けてよかったって、心から思う時がすぐにやってくるよ。義父は満面の笑みだった。だがあまりにも話が通じないので恐怖を感じてしまった。ここにいるのも嫌になった私は慌てて椅子から立ち上がる。その時、裏口の扉が開いた。営業に行っていた和樹が戻ってきたようだ。帰ってくるなり状況を察した和樹は私に声をかける。まだ決めてないのか？まったく、とろいやつだな。露骨にため息をつき、私の目の前にある用紙を突きつけた。それは離婚届だった。すでに和樹の欄は記入が済んでいる。頭が真っ白になり、私は口をパクパクと動かすことしかできなかった。追い打ちをかけるように義母がゆっくりと話しかけてくる。千春さん、どんなに遅くても来週には決断してほしいわ。うちで同居して働くか、それとも離婚して和樹の元から去るか。来週もまたこの時間にここに来いよ。その時千春の意思を聞かせてくれ。まあ、ここから去るなんて選択肢お前に取れるわけがないけどな。この場にいる私以外の全員が笑顔だった。にもかかわらず、顔の下にドロドロとうごめく嫌な気配を感じ、寒気がしてくる。やっぱりどう考えてもおかしい。私は突きつけられた離婚届を震える手で受け取ると、佐久間商店を後にした。あの場から離れられたのはいいものの、なんとなく家には帰りたくない。どこかで一人になって今後のことを考えなくては。そう思ってあてもなくふらふらと歩いていると、いつの間にか遠くに来てしまった。いけない、駅の方に戻らないと。そうつぶやいた時だ。前方から買い物帰りの40代くらいの女性が歩いてきた。その姿に私は見覚えがあった。坂巻さんではないだろうか。坂巻さん！私が声をかけると、坂巻さんの表情はみるみるうちに変貌した。そして
信じられないほど慌てふためくと、元の道を足早に戻ってしまった。待ってください。そのあまりの変わりように驚いたが、呆然としている暇はない。私は逃げようとする坂巻さんを追いかけて、ようやく捕まえた。だが坂巻さんは私の方を見ることを避けている。気まずそうに目をそらしたままだ。そこまで思い詰めているとは、一体どうしたのだろう。すみません、呼び止めて。お母さんから坂巻さんを辞めさせたって聞いたんです。坂巻さんが経営に口を出したからだって言ってましたけど、でもそんなこと何の考えもなしに坂巻さんがするとは思えないんです。何か理由があるんですよね。私何も知らなくて。一気に話すと、坂巻さんはまたしても目を見開いた。え、何も知らないの？はい。私の言葉に坂巻さんは話をするべきかどうか、しばらく迷っているようだった。キョロキョロと辺りを見回しながら、私を近くの喫茶店に連れて行ってくれた。そしてゆっくりと語り始めたのだ。なぜ坂巻さんが突然仕事をクビになったのか。聞かされた真実に私は衝撃を受けることになる。それから一週間が経った。今日は和樹と義両親に返事をする日だ。先週から和樹は家に帰ってきていない。怒りよりもむしろ準備がはかどってよかったという気持ちの方が大きかった。和樹は一足先に義両親と暮らすことにしたようで、先に行って待ってるからなというメールだけが私の元に届いた。いくら待っても無駄だ。私が義両親と同居すること、そして佐久間商店で働くことは絶対にない。あの日坂巻さんから真実を聞いて以来、私の心は言い尽くせないショックでいっぱいになった。嘘であったらいいとどんなに願ったことか。だが悲しいことに、これは現実だ。そしてこの家に嫁いでしまった私は、あの人たちときっぱりと決別しなくてはならない。佐久間商店に行くと、事務所の中には和樹と義両親がすでに勢ぞろいしていた。分かっていたことだが、三人はすっかり結託している。答えは出たか？ま、一つしかないけどね。和樹が笑いながら言った。同居か離婚か選べ。私が離婚を選ぶことはないだろうと当然のように思っているのだ。ひどくずうずうしい態度だった。そしてニヤニヤと笑う義両親たち。私は急にバカバカしくなり、笑いながら言った。え？今はもう無理よ。だって私独身だし。え？和樹と義母の口から間抜けな声が漏れ出る。私は間髪入れず宣言した。離婚届はもう役所に提出したわ。私の答えはそういうことよ。お前、自分が何言ってるのか分かってるのか？そうよ。なんて冷たい人間なの、千春さん。私たちが協力してほしいって散々言ってるのに。二人は震えながら怒りを押し殺した声で言う。義父も驚いて私をポカンと見つめるばかりだ。その光景を見て、なんておめでたい人たちなんだろうと私は思う。離婚届を渡したのも完全なる脅しだったのだろう。まさか私が本当に提出するとは思っていなかったはずだ。この家に同居し、佐久間商店で私が働くことを選ぶはず、そう思っているのが見え見えだった。だがそんな選択を選ぶわけがない。真実を知っている私は
三人のことを哀れな人間にしか思えなくなってしまった。冷たい人間ね。家族全員一丸となって犯罪に協力することがいいことなんですか？私がゆっくりと三人を見つめると、和樹と義両親は顔色を変える。何言ってるんだよ。そうよ、犯罪って何のこと？私はただこのお店の新しい仕事を手伝ってほしくて。新しい仕事？それが犯罪だって言ってるんですよ。詐欺でしょ、あなたたちがやっていることは。反社会勢力の手下になり下がったあなたたちにとやかく言われる筋合いはないわ。私の言葉に三人の顔は青ざめた。そしてこれ以上ないほど取り乱し始めた。特に和樹と義母は反狂乱になっている。おい、なんてこと言うんだ。そうよ、言いがかりはやめて。あくまでしらを切るんですね。じゃあ証拠を見せましょうか。私はそう言って坂巻さんから預かったものを見せた。それはこの事務所内での様子を録音した音声データ、そしてパソコン内部に入っていたデータを収めた USB だ。この中にはあなたたちがやってきた悪事が入ってるわ。これを警察に渡したらどうなるか分かってるわね。三人は挙動不審に陥っていた。何やってるんだ、やめろチャル。慌てるのも無理はない。これを警察に提出したらこの三人は逮捕されるに違いないからだ。中途半端に闇の社会に足を踏み入れるからこうなるのだ。坂巻さんから聞いた真実は悲惨なものだった。今から数年前、佐久間商店の経営はじわじわと厳しくなっていた。最近になり近くに大型のショッピングセンターができた。そちらの方で買い物をする人が多くなり、商店街の小さな店であるこの佐久間商店は閑古鳥が鳴くようになってしまったのである。状況はどんどん悪くなっていった。最初は銀行から借金をしていたのだが、それも返せなくなり、ついに義両親は闇金に手を出してしまう。そこから怪しげな男たちが店を出入りするようになった。そう、彼らは裏の社会の住人だったのだ。私が以前見かけた小表の男性もその一人だったのだろう。彼らは義母たちに取引を持ちかける。借金の方に自分たちの仕事を手伝えと脅してきたのだ。その仕事とは詐欺の手助けだ。カモになりそうなお金を持っている人のリストを渡され電話をかける。言葉巧みに彼らを騙し、家に行って直接集金をする。それが義両親たちに与えられた主な仕事だった。私が先日事務所に行った時、義父が怒鳴っていたのはそのカモたちに電話をかけていたのだろう。お金を払えだのなんだのイチャモンをつけるための電話に違いなかった。ちなみに後から入った和樹は集金係の担当だ。営業だのなんだの言っていたのは嘘800である。もちろん坂巻さんは最初から詐欺だと知っていたわけではない。せっせと本業以外のことに精を出す義両親の姿を目にするうちに違和感を覚え始めたのだ。おまけに馴染みの業者からは義両親の仕事ぶりが雑になっているとクレームが来ていた。たまりかねて坂巻さんは義母に聞いてみる。あの最近どうしたんですか？新しい取引先からのお仕事が増えてるように思いますけど、ずいぶん強引な形で売りつけているような気がしたものですから。それになんだか最近出入りする新しい業者の方、威圧感がありますよね。馴染みのお客様が
お店に入りにくいっておっしゃってるんです。相当気を使って聞いたそうだが、義母は怒り出してしまった。何言ってるの？失礼なこと言うんじゃないわよ。あの人たちはね、うちに新しい仕事をくれる大切な取引先なの。新しい仕事が手に入るなら、昔の馴染み客なんて知ったこっちゃないわ。だいたいこんな古びた金物、今の時代に売れるわけがないし。今はね、強気で営業していく時代なのよ。わかった？この言葉を聞いた坂巻さんは、それ以上何も言えなくなってしまう。そして義両親は新しい仕事について嗅ぎ回られることを恐れ、坂巻さんを事務所内に近寄らせないようにしたのである。この事態に坂巻さんはますます怪しんだ。義両親たちの本業はおろそかになり、もともといた顧客や馴染みの業者は離れていった。彼女は疑問を持った。古い顧客を袖にしてまでのめり込んでいる怪しい仕事、不審な人物の出入り、これらを踏まえ、義両親が何の仕事をしているのか探ることにしたのだ。事務所内のパソコンの中を調べていると、怪しい書類を発見した。それは詐欺のリストだった。衝撃を受けた坂巻さんは、証拠を固めようと事務所内にスマホを置いて会話の録音を試みた。その結果、怪しい男たちとの取引を録音することに成功。義両親たちが借金の方に闇の住人たちの仕事を手伝わされていたことが判明したのである。これは正義感の強い彼女にとって許せないことだった。この証拠を警察に届けなくては、そう思っていたのだが、運の悪いことに坂巻さんの行動は義両親にバレてしまった。あなた、私たちをこそこそ嗅ぎ回っていたようね、卑怯者。何と言われようと構いません。こんな悪の片棒を担いでいるなんて私には理解できない。警察に通報します。毅然と宣言する坂巻さんに対し、義母は顔を歪めて吐き捨てる。ああそう、できるものならやってごらんなさいよ。その代わり、あなたの家族がどうなっても知らないわよ。私たちには怖い味方がついてるんだからね。なんてこと、脅しじゃないですか。坂巻さんには同い年の旦那さんと中学生の娘がいた。通報したら彼らの身に危険が及ぶ可能性があると坂巻さんは悟ったのだ。あなたがずうずうしい真似をするからよ。素人が経営のことにくじ出すもんじゃないわ。分かったらとっととここから去りなさい。部外者はいらないのよ。そうして坂巻さんはすぐにクビになり、証拠となるデータが入った USB は義母に取り上げられてしまったというわけだった。私の USB を見つめながら義母がいまいましそうにつぶやく。これは坂巻さんから取り上げたものじゃないの？なぜ？こんなこともあろうかと坂巻さんはコピーを取っていたの。これは複製した方のデータよ。ある日、私は坂巻さんに託されたのだ。家族を人質に取られ恐ろしくなり、これ以上は何もできなかったと。だがこのまま義両親たちの暴挙を許しておくことはできない。千春さんならあの人たちに反撃できる。そう言われ、私はこのデータを託された。私はこの人たちを警察に突き出さなくてはならない。坂巻さんをクビにした後、新しい顧客だの何だの言ってたけど、要するに詐欺をするための人手を増やすように言われたんでしょ。それで和樹が新たに仲間に加わったってとこかしら。私は和樹を見つめて睨みつけた。よくそんな犯罪まがいのことに加担したわね。信じられない。
すると和樹は苦しそうにうめく。仕方ないだろ。俺だって驚いたけど、親父たちの借金はどう考えても返せない額だった。やつらからの仕事を請け負うしか道がなかったんだよ。佐久間商店で仕事を始めてから最初の頃の和樹は顔に疲れを見せていた。慣れない仕事のせいだとばかり思っていたが、今思えばあれは両親と葛藤していたのかもしれない。だが結局は親に従い詐欺をする道を選んだ和樹。同情はできない。ここで和樹がきっぱりと断って義両親を警察なり弁護士なり叱るべきところへ案内していたら、ことは違っていただろう。和樹にこうするように義母が声を振り絞って叫ぶ。仕方がないことだったのよ、これは。もうあの人たちと共存するしか佐久間商店の行ける道はないの。義父も苦しそうに話し出した。そうだ、私が両親から継いだこのお店を守るためなんだ。そのためには何だってするぞ。それを聞いた私は思わず声を上げる。両親から継いだお店？そのお店を守るためにあなたたちの子供である和樹も悪の道に引きずり込んだって言うんですか？挙句の果てには妻である私まで、そうまでして詐欺に加担させたかったんですか？そうよ、人手を増やしたらもっと報酬をくれるってあの男たちが言うから。それに家族は一蓮托生、何があっても一緒に行くのよ、地獄の果てまでね。義母の目は血走っていた。だからあんなに急いで和樹を引き入れ、私のことも仲間に加えようとしていたのだ。すべてはあの闇の世界の人間の差し金だ。でも道連れにされるわけにはいかない。私も負けじと叫んだ。こんなのは家族じゃない。たとえ家族であっても、間違ったことをしたら指摘するのが人として正しい道よ。お父さんの両親もこんなことをしてまで佐久間商店を残してほしくなかったと思うわ。人の皮をかぶった化け物になってまでね。私の言葉を聞いた瞬間、義母の顔面がピクピクと揺れ始める。さっきから黙って聞いてれば。千春さん、誰に物を言っているのか分かってるの？私たちのバックには誰がいるのかもう知ってるんでしょ？義母は静かに立ち上がった。その表情はもう仇の人間には思えない。すっかり反社会勢力の人間に影響されてしまっている。和樹も私を鋭く睨みつける。俺たちに逆らうとどういう目に遭うか思い知らせないといけないようだな。次の瞬間だった。勢いよく裏口の玄関が開き、警察が突入してきた。え？なんだよ、どうして？突然のことに驚く義両親と和樹。私はこの家に入る前にすでに警察を呼んでいた。もちろん事情は先に話してあり、打ち合わせ済みだ。塀の中でしっかり反省しなさい。私の言葉に三人は悔しそうに顔を歪める。そして警察署へと連行されていった。その後義両親と和樹は逮捕。もちろん大元であるお店に出入りしていた反社会勢力の人間たちも芋づる式に逮捕された。当然佐久間商店は倒産することになった。おそらくは自己破産することになるだろう。その上詐欺罪で懲役10年が確定している。当分塀の中から出てくることはない。弁護士を通じた話によると、和樹たちは自分たちは悪くない、
むしろ闇金の人間に脅されて仕方なく働かされた被害者だと主張しているそうだ。この後に及んでなんて言い訳がましいのだろう。私は呆れ返ってしまった。こんな人たちと一時的とはいえ関わってしまったことが悔やまれる。だが時は戻せないのだ。これからの人生は彼らとは二度と関わらず生きていくことしかできない。その後私は坂巻さんと無事に再会した。彼らが逮捕されたことで坂巻さんは心底ほっとしているようだ。もう家族の身を案じなくてもいい。そのことが何よりも嬉しいと目を細めて話してくれた。バラバラになり壊れてしまった家族もあったが、一方で守られた家族もいる。私はその事実に救われたような気持ちになっていた。それから時が経った。今私は相変わらず同じ会社でデザインの仕事をしている。隣の机にいるのは坂巻さんだ。仕事を失ってしまった坂巻さんを私の会社でアルバイトとして雇うことにしたのだ。デザインの仕事ではないのだが事務作業を担当してもらっている。今回の件は私一人ではとても立ち向かえなかった。坂巻さんの協力があってこそ解決したのだ。その恩返しがしたい。それでちょうどアルバイトを募集していたうちの会社を勧めたというわけだ。そろそろお昼にしましょうか。そうですね。私たちは会社の近くのお店にランチに出かけた。うららかな日差しが降り注ぐいい日だった。あまりに平穏な日常に少し前まで私たちが恐ろしい事件に巻き込まれていたとはとても信じられない。だがこれは実際にあった出来事なのだ。人生はいつどこで大きな闇が口を開けているかわからない。このようなことが二度と身近で起きないようにと私は心の中で祈った。